結構なんかハートトゥーハートの反響がすごかったね。ずっとずっと憧れている、ハートトゥーハートが聞けるなんてみたいなコメント結構ありましたな。でも実はアプレアはハートトゥーハートは知っててもトゥーハートはそんなに詳しくないね。エロゲとか恋愛ゲームとかって実はね、そんなにはやったことないですよね。お兄ちゃんがそう好きだったりとか、お兄ちゃんが聞いてた影響で知ってたりすることが結構多いですね。意外とね、見たことない知らんみたいなことが多いよね。そうそうそう。いや、お兄ちゃんもゲーム好きだったかわかんないんだよね、そのトゥーハートをね。なぜならお兄ちゃんは結構お姉ちゃん属性が好きだったから。まあそりゃそうだよ、妹が下にいるとね、お姉ちゃん好きになるわけよ。いない方が好きになるのよねこういうのってそういうものだと思います。ってことは私はどちらも好きじゃないっていうことですね。年上も年下も嫌いってことちょっと違いますけどね。そう、うちのお兄ちゃんはすっごい好きなエロゲがあって、ねえちゃんとしようよっていうエロゲのセロリって子がすごい好きだったんだけど、めっちゃなんかお姉ちゃん属性みたいな感じらしい。私はやってないのでぶっちゃけわかんないけど、なんかセロリが好きだったらしい。だから曲は歌えるけど、作品はあんま詳しくないんですよ、プレイヤーは。セロリしか知らないもん。お兄ちゃんセロリ好きなんだ。だから携帯にセロリの待ち受けしてたな、くらいしか覚えてないけど。でもプレイヤーが、アニソンとか、このアニソン知ってんだとか、このギャルゲー知ってんだみたいな、全部お兄ちゃんが、布教してくれたりとか、お兄ちゃんが聞いてたのを、覚えてたりとかすることが多いので、プレイは今お兄ちゃんにめっちゃ感謝してますよ。ことこさんの曲とかもお兄ちゃんがね、最初に聴いてたから、めちゃめちゃ感謝してますよ。お兄ちゃん泣いてもいい。昨日は誰の配信見てたの？私に黙ってて、バレないって思ってたの。黙ってたらバレないとか、思わないでね。いつも見てるから。